会社員の傍ら副業で YouTuber をしてる20代です。副業を始めて1年で月50万円は安定して稼げるようになったので、独立して専業 YouTuber となりリソースをつぎ込むことを考えています。本業もホワイト大企業で何一つつまがないので辞めるのももったいない気がします。本業にやりがい感じてませんが、このまま副業として YouTube を続けるか、独立しますか、ひろゆきさんならどちらを選択しますか。休職してみてください。なんか適当にそこら辺のカウンセラーのところに行って、なんかうつ病っていう診断書もらって、休職して、で、2ヶ月ぐらい YouTube ガチでやってみてください。で、ガチでやって、売り上げがどれぐらい伸びるかっていうので、まあ、結構伸びるんだったらもうそのまま休業の後に退職しちゃえばいいんですけど、で、そんなに伸びたいんだったら、まあ、長期的に考えたら本業の方がいいよねってなるかもしれないので、その1ヶ月2ヶ月本気でやるっていうのために休職手続きを取ってみるといいんじゃないかなと思います。